全国の清和学生の皆さんこんにちは青年学生局清和学生部の伊藤康明です今日は清和解放を読もう清和学生という題目で説教を行っていきますよろしくお願いしますまず誠の父母様の御言葉を訓読します神様を知ることを生活の標語とし どこにおいても神様を探し発見する生活をしなさい。聖和学生の皆さん、この御言葉は聖和解放2020年4月号の表紙にある今月の御言葉に掲載されているものです。この度17年間全国の聖和学生 および教育担当者や父母の皆様に愛読されてきた清和学生解放が清和解放へと新しく生まれ変わりました清和解放は清和学生のためのコーナー内容をそのまま受け継いでさらに清和大学生や清和青年に向けた 内容が追加されたものです中高生から大学生青年が天の父母様誠の父母様の願う子女として成長していくため全国の清和圏の活動や情報を発信していく役割を担っていきます清和学生の皆さんにとっては 清和学生会のことだけではなく清和学生部を卒業した先輩方の姿や活動を見ることができるようになります中高生期の六年間だけではなくより幅広い視点で未来を描くことができる開放となるでしょう清和大学生清和青年の皆さんにとっては 清和学生だった頃の懐かしさを感じながらも大学生青年における全国各地の活動や情報を見ることができるようになりますより清和圏の一体感を高めていく開放となるでしょうでは清和開放に込められたビジョンとミッションを紹介します 清和解放のビジョンは工場を育育む青年学生のののための教育情報の月刊です私たちが誠の父母様の「工場を受け継いで成長していくためのサポートになる雑誌ですそしてそのミッションは1「清和県の青年学生の教育」 2教育者への資料提供3清和県の市場を持つ父母シックの方々への啓蒙としています清和学生の皆さんにはこれまで右手に清和手帳左手に清和学生解放というキャッチフレーズを伝えてきました これからは右手に清和手帳左手に清和解放これがキャッチフレーズとなりますのでよろしくお願いしますこの二つは清和学生が良心革命を目指すための成長のアイテムです清和学生として良心革命を学び生活の中で実践し 成長するための教材と教科書の位置づけです聖和学生会に行くときには手ぶらで行くのではなく必ずこの二つのアイテムを持って通いましょうそれでは聖和解放の中身コンテンツの紹介をしていきますまずは表紙です今回聖和解放の リニューアルに従ってよりスタイリッシュな表紙になりました第1号は南東京教区厚生家庭協会の青年学生の皆さんがモデルとなりました皆さんの中でぜひ表紙に移りたいという希望がありましたら開放編集部に問い合わせてみると良いかもしれません もしかしたら編集員が取材に行って表紙を撮影することになるかもしれません次に表紙をめくると誠の父母様が行われた今月の行事などのニュースを掲載しています今月から u ンニュースにアクセスできる QR コードを載せていますところで皆さん U1 ニュースって知っていますか最新の誠の父母様の御言葉をはじめ日本全国の家庭連合のニュースを取り扱っています二世のお姉さんがキャスターも務めていますぜひ視聴して常に最新のニュースをキャッチできる生は学生青年 大学生を目指してください「清和解放」にはさまざまなコンテンツがありますが最初に登場するのはメッセーーージというコーナーです全国の青年学生圏の指導者や教育担当者をピックアップして皆さんへのメッセージを紹介するコーナーです。今回は 日本の二政権のリーダーである竹内博明青年学生局長のメッセージを載せていますのでぜひ読んでください次に掲載しているのが特集コーナーです毎月その月の清和県の行事などを載せていきます今回は標準欄を目指すトップガンチャレンジ について特集しています中高生大学生青年すべてに願われる内容となっていますそして御言葉コーナーとして紙面礼拝と中高生ウェブ礼拝があります紙面礼拝のコーナーでは毎月2つの御言葉を載せています一つは愛天愛人 愛国の御言葉をシリーズで紹介していますそしてもう一つは最新の誠の父母様の御言葉やその季節に合った御言葉を紹介しています今回は誠の父母様が統一家の若者に名付けてくださった聖和に関する御言葉です聖和学生礼拝に参加できないときは この紙面礼拝や中高生ウェブ礼拝を通して感想文を提出することで礼拝参加になりますぜひたくさん活用してください続いて、清和学生の皆さんにとって一番身近なコーナーを紹介しますそれは全国の教区教会の清和学生会清和大学生会 青,和青年部を紹介する一味同心というコーナーナですこのコーナー名である「一味同心」とは同じ目的を持って集まり心を一つにした同志仲間のこと同じ目的を持って結束すること心を一つにすることという意味を持った四字熟語です。 知っていましたか今回は南東京教区厚生家庭教会を紹介しています皆さんの教会にもいずれこのコーナーのオファーが来るかもしれませんので楽しみにしていてください。今度は学習をテーマにしたコーナーを紹介していきます。まずは統一原理を学習する「進学博士の原理教室」です。 もう何年にもわたり連載されているこのコーナーでは今回は原理論論の前編第6章予定論を解説していますまた聖書を学習する「バイブルストーリー」ではソロモンという人物の物語を紹介しています。そして今回大学生 青年に向けたコーナーとして祝福講座幸せな未来のためにが新しくスタートしました祝福結婚についてわかりやすく解説していますので清和学生の皆さんにとっても勉強になること間違いなしですまた今知っておきたい世界節理というコーナーも新しく始まりました これは説理の最前線で行われているさまざまな取り組みや行事を紹介解説するコーナーですこれまで何回も耳にしたことがあるビジョン2020という言葉について具体的にどんなあ意味がありそして何が展開されているのか毎月いろんな内容が 掲載されていく予定ですぜひ関心を持って読んでくださいまた政治について勉強するそうだったのか政治の学校も継続して連載しています今度は全国の清和学生大学生青年をピックアップするコーナーを紹介しますまずは 私の出会った誠のご家庭ですここでは誠のご家庭との出会いを通して感じた心情の世界を青年学生に明かししてもらっています今回は2020年の祝福式を受けてその時に代表家庭として壇上で誠のごお母様の祝福を授かった 青年学生の証が掲載されています。次にボイスオブ清和という全国で活躍する清和の声を届けるコーナーが始まりました。第1回目は清和学生の高校3年生をピックアップしています。ピックアップした人物の夢や志清和としての歩みを。 全国の政和県に発信してもらっています今度は皆さんに取材が行くかもしれませんこのようにさまざまな見言葉学習活動の情報を発信している世話解放必ず皆さんが工場を育んで成長するための助けとなるに違いありません まだまだ紹介しきれなかったコーナーもたくさんありますがぜひこの「聖和解放」を直接手に取って読んでみていただければと思います最後に「聖和解放」には読者によって作られているコーナーがありますまず「読者の広場」というコーナーがありますこれは解放を読んでくれている皆さんから寄せられた 感想を紹介するコーナーです聖話ギャラリーは開放に寄せられた文化芸術作品または写真などを公開していくコーナーですさらに質問箱は読者から寄せられた信仰生活などのさまざまな質問に対して青年学生局スタッフが お答えするコーナーです。中高生からの質問、大学生青年からの質問、それぞれ一つずつピックアップして回答をしていきます。この三つのコーナーに採用されたり掲載されると、千円分の図書カードをプレゼントすることになりました。ぜひたくさんの応募。 投稿をお待ちしておりますそして全国の読者に毎回楽しんでもらっているコーナーがクイズにチャレンジです聖和解放編集部が試行錯誤をしながらいつも楽しくて面白くてちょっとだけ難しい絶妙なクイズを載せています聖和解放から クイズの答えを QR コードでアクセスして投稿することでクイズ正解者の中から抽選でオリジナルの開放グッズをプレゼントしていますここでグッズを紹介しましょう一つ目は聖和開放オリジナルのサーモボトルです白と黒の 二色があります。次にセーバー開放オリジナルのモバイルバッテリーです。こちらも白と黒の二色があります。ぜひたくさん応募してください。今回は2020年4月から新しくリニューアルされた。 清和解放についいてて紹介ししきました表紙に掲載されている今回の「今月の御言葉」「神様を知ることを生活の標語としどこにおいても神様を探し発見する生活をしなさい」「毎日の訓読会や祈祷生活」「清和学生礼拝の参加」という「 信仰生活を大切にして成長する清和学生の皆さん皆さんがより楽しく元気に生活することができるアイテムとして毎月清和解放を届けていきますそしてこの清和解放を愛読することで全国の清和圏がより一つになっていくことを願っています今回は 聖和解放を読もう「聖和学生」という題目で説教を行っていきましたありがとうございました。